英単語を覚えすぎたらだんだん覚えにくくなっていきます。1日または1回の上限とかありますか？どうすればいいですか？まあ、これはですね、そういうもんですよ。同じことばっかりやったら脳がね、麻痺してくるんですよね。こう飽きが来るというか、基本的に新鮮なものに触れるときに脳っていうものはフレッシュ、リフレッシュされるっていうか、感情を伴いやすくなるので、ずっと英単語を見てたら、だんだん麻痺してきて、覚えるっていうことを放棄しだすんですよ。なので、まあ、なんか覚えにくくなってきたなと思ったら、別の勉強にね、別の科目に、切り替えていくっていうのが、すごくいいんじゃないかなと思います。はい。まあ、一日の上限っていうのはないですね。一回の上限はもう体感、人によるから、超英単語の勉強楽しいって思ってる人、で、超ゲームのようにどんどん覚えてる人は、ぶっちゃけそんな飽き実は来ないんですよね。飽き、ちょっと覚えにくくなってきたなって思ったら変えるっていう風にしたらいいかなと思います。